シーチキンとは、静岡市清水区に本拠を置く水産加工品、製造販売の羽衣フーズが製造する、マグロまたは、カツオの油漬けまたは、水煮の缶詰の商品名である。名前の由来は、マグロが海の鶏肉と呼ばれていることから。マグロ油漬け缶詰は、1903年にアメリカ合衆国のアルバート・ピー・ハーフ・ヒルによって、発明され、たちまち人気商品となった。 日本でも各地の水産試験場において研究が進められたが、なかなか高品質の製品を送り出すには至らずにいた。1929年に静岡県の水産試験場が開発した製品が日本におけるマグロ油漬け缶詰の最初の成功例である。静岡水志により試験製造されたマグロ油漬け缶詰は、富士丸ブランドのラベルを貼り付けられて、 アメリカ合衆国に輸出された。静岡水市は各地の缶詰業者にマグロ油漬け缶詰の製品化を提唱し、それに真っ先に名乗りを上げたのが清水食品である。清水食品は翌1930年に9800箱にも上るマグロ油漬け缶詰を台北輸出した。この成功を受け、1931年には羽衣フーズの前身である。 五島缶詰も製造を始めた。第二次世界大戦後、五島缶詰は、この缶詰の供給先を、いち早く輸出から日本向けに転向させたこともあり、シーチキンの商品名は、日本において、マグロ油漬けの代名詞になるまでに広まった。シーチキンの生みの親は、二代目社長の後藤磯吉である。シーチキンマイルドほか、多数現在過去、ありがとうございます。